行きましょうか。どうぞ、お嬢様。Immense merci, monsieur. なんて、なんだか楽しくなってきました。今日はどこに連れて行っていただけるんですか？どこを行こうか。どこでもいいですよ。隊長が決めてください。そうだな。よし、とにかく行ってみようか。クラリスは本を読むのが好きみたいだから本屋なんてどうかなと思ったんだけどこの本屋さんいつも来ているんです。そうなのか。じゃあ他のところに行った方がいいかな。いえ大丈夫です。いつもと同じ場所でも違う気持ちになれそうでデート実験には最適ですよ。そうかい、クラリスがそう言うなら行きましょう。神山隊長今日はどんな本に出会えるのかな。どうした？いえ、そのちょっとデートっぽいかなと思いまして。デートっぽい？あ、ごめんごめん、ちょっと近すぎたかないえ、大丈夫です。神山隊長って優しいんですね。優しい？そんな風に言われるとなんだか恥ずかしいな。結構恥ずかしがり屋さんなんですねちょっと面白いです。やめてくれよ今日は神山隊長の違う一面が見られて楽しいです。こうして相手のいいところに気づいていく、それがデートの良さなのかもしれませんね。楽しかったですね。そうだな、たくさんの本に触れるのは新鮮だったよ。隊長は普段どんな本を読むんですか？本か。戦術書が多いかな。作戦を立てる時の参考になるしね。さすがは隊長ですね。日頃からの努力素晴らしいですまだまだ未熟者だから努力するしかないんだよな。努力しようと思ってできるのは才能です。誰でもできるわけじゃありませんよ。なるほど、そう言われると嬉しいな。ありがとう。にぎやかですね。私、ここには初めて来ましたよかったよ。それで脚本には行かせそうかい？それはまだ。
う時どうするんでしょう。そうだな、恋人っぽく手をつないでみようか。そうですね。どうした？ごめんなさい、恥ずかしくて。おかしいですよね、ただ手をつなぐだけなのに。でもこのドキドキ、これがデートの気持ちなんでしょうか。きっとそうだよ。ちょっと残念だけど、少しは役に立てたかな。それはそうと、あっちに面白そうなものがあるな。行ってみよう。はい。観覧車ですか。いい眺めが楽しめそうですね。ああ、早速乗って…あれ？どうしたんですか？ごめん、クラリス。残念だけど、まだ乗れないみたいだ。近日開始予定…そうなんですね。乗ってみたかったですけど、仕方ないですよ。こればかりは…そうだな。それじゃあ、次へ行こうか。人と二人で。そろそろご飯でも食べに行こうか。はい、お任せします。よし、この近くでどこか美味しくて雰囲気のいい店は。そういうことならうちのお店がおすすめだよ。何のつもりだ。ヤッホー、お二人さん、ニーハオ。え、ユイさん、なぜこんなところに。いいからいいから。はーい、お二人さん、ご案内。ちょっと、中華料理屋。ユイさん、これは一体。それについては俺が説明してやる。シャオロンまで。ここは中華料理屋新流軒。この店こそ、この俺が中華鍋を振るうデート一番の中華の名店。そして、何を隠そう、我が上海歌劇団の秘密基地なんだ。秘密基地、中華料理屋が。歌劇団ごとに個性的な秘密基地があるんですね。ま、せっかく来てくれたんだ。俺の絶品料理たっぷり味わっていけよ。ドリアー。なんて火力なんだ。ふふん、すごいだろ隊長は。炎の召使いって2つのまであるんだぞ。炎の召使いですか。そいつは確かにすごい気がします。違う、炎の召使いだよ。最高にうまい飯でみんなの心を虜にするのさ。なるほど。さあ、
できたぜ。その名も上海ドラゴンチャーハンだ。わあ、とても美味しそうです。ああ、いや、しかしこの匂いは、くぅ、たまらん。なんてうまそうな匂いなんだ。いただきます。まあ、これはうまい、うまいぞ。味だけではない、香りが深い。ガツンと香ばしく、それなのに軽やかだ。これは素材の力だけではない、まさに火力が生み出した力強いドラマそのもの。このチャーハン、歴史的一品と言っていい。見事、見事だ、上海ドラゴンチャーハン。なんだお前、評論家みたいだな。こんなにうまいチャーハンを食べたのは生まれて初めてだ。えっと、私も初めてです、隊長さん。見たか、これが炎の召使いの実力だ。さあ、まだまだあるからどんどん食べてよね。すごい量のご飯でしたね。お腹いっぱいです。俺もだ。ちょっと苦しいぐらいだな。でもすごくうまかった。はい、でもデートって雰囲気じゃなかったかも。確かに。この後はどうしますか？そうだな、そこのお二人さん、ちょっと寄っておいきよ。なんだ？占い師？そうさ、よかったら占っていかないか？占い、面白そうですね。寄っていってもいいですか、隊長さん？確かに面白そうだな。いいよ、占ってもらおうか。なんだかドキドキしますね。じゃあ始めるよ。ロケスピラトス、ゾトワストリタス、グリサタニトス。なんだ？欧州に古くから伝わる呪文です。本格的でワクワクしますね。わかったよ、真実は見えた。可愛らしいお嬢さん、あんたこの男のことを愛しているね。愛してるって、そんなこと絶対にありません。クラリス、そんなに全力で否定されるとちょっと傷つくな。すみません、ちょっとびっくりしちゃって。愛してとかはないですが、嫌いってわけじゃないですよ。ありがとう、そう言ってくれると嬉しいよ。
じゃあクラリス、デートの続きしようか。そうですね、行きましょう。仲がいいね。だけど行く前にもう一つ聞いておいき。どんなものでもいつかは壊れるものさ。なぜなら影はいつだって隣にいるものさ。だからうまくいっていると思っても必ず後悔する時が訪れる。それを避けたいと思うのならば助言を一つ。逃げるのはね、何も悪いことじゃないのさ。そうですね。貴重な助言をありがとうございます、占い師さん。一番人気のお店です。このお店のことを知ってるなんてちょっと意外でした。いや、雰囲気が良かったから入ってみただけさ。有名な店だったんだろう。はい、雑誌の特集でも銀座デートの定番として必ず載ってますよ。そうなのか。じゃあ、じゃあデートは成功かな。そうですね、本当に楽しいです。でもそれは人気のお店だからじゃなくて。え、何か言ったかい。なんでもないです。ここが銀座か。うまそうな人間どもがゴロゴロ嫌がるぜ。いけねえいけねえ。まずはどう味見するか考えねえとな。さて楽しみだな。ちょっと疲れましたね。じゃあ少し休もうか。デートって楽しいんですね。こんなに楽しんでいいんでしょうか。どういう意味だ。それはどう見える。よく見えねえな。もうちょっと前に出た方が。おい、押すなって。あの隊長、私もしかしたら。あ、危ない。うわ、なんだ。初穂さん、さくらさん、二人とも何をしているんだ。え、いや、なんでもねえから。その通りです。失礼しました。なんだありゃ。二人とも心配だったんですよ。何が。さあ、何でしょうね。今の隊長、あそこです。女の子が。あの人は海です。まずい。
助ける。間に合え。隊長。落ちちゃう。隊長。メイン、レイニー。オスタパーガス。今のはクラリス。ごめんなさい。あ、クラリス。おかえり。で、ケースを変えてどないしたんや。なんかあったんか。いえ、小町さん、クラリスを見ませんでしたか。さっき帰ってきたみたいやで。自分の部屋におるんやないか。クラリス、いるんだろう。ここを開けてくれないか。ごめんなさい、ごめんなさい。神山君。支配人。浮かない顔をしているわね。何かあったの。実はクラリスが。なるほど、そんなことがありましたのね。クラリスのおかげで俺も女の子も助かったんです。それなのになぜ逃げ出したんでしょうか。クラリスは。クラリスは何かを隠しているんですか。あの力は。そうね、彼女が持つ闇、隠しておきたかったものがあの力よ。クラリスさんはね、自分の持つあの力、十魔道を恐れているのよ。十魔道。それがあの力の名前なんですか。クラリスさんの家は欧州の古い家系、代々魔道書を作ってきた一族なのですわ。彼女はその魔導書を使って強力な力を使うことができるのよ。なぜその力を恐れる必要があるんですか。それはクラリスさんに直接聞いてちょうだい。私が言うよりその方が良いと思いますわ。クラリスさんのことよろしく頼んだわね。はい、わかりました。